はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は分割で買いやすい新設追加優待銘柄と題してお送りいたします。今回は京セラ証券コード6971についてお話しします。京セラは時価総額3兆円を超える電子部品の大手企業です。現在の株価は2010円ほどで、配当利回りは 2.5% です。昨年12月26日、京セラは株主優待に継続保有優遇制度を導入することを発表しました。この優待は、毎年3月末時点で100株以上の株主を対象に、1年以上保有でクオカード1000円分が、5年以上保有で2000円分がいただけます。また、500株以上の株主には、1年以上保有でカタログギフト3000円相当、5年以上保有で5000円相当分がいただけます。1000株以上の株主には、それぞれ5000円相当、1万円相当に金額がアップします。なお、既存の優待制度、自社及びグループ会社の指定製品の優待価格販売は、今後も継続するそうです。京セラの株主還元方針は、連結配当成功を、50% 程度の水準で維持することを目指しています。配当も増配傾向で、今期も減収減益予想ですが、減配はありません。昨年末、1株を4株に分割し、購入しやすい株価になっています。 PR は30倍近くと高めですが、 PBR は1倍を下回り、配当利回りは 2.5% と比較的良好です。自己資本比率も 70% 以上で、大変安定しています。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、2010円に対して、目標株価は2210円で、9.95% の上昇余地があります。日本を代表する大型の優良株、買いのチャンスかもしれませんね。次に、日清食品ホールディングス、証券コード2897についてお話しします。日清食品ホールディングスは、即席麺のパイオニアとして知られ、カップヌードルやチキンラーメンなど多くの人気商品を世に送り出しています。時価総額は1兆円を超え、グローバルに事業を展開しており、特にアメリカ市場を中心に海外展開を加速しています。また1株を3株にする株式分割を行い、さらに投資しやすい環境を整えました。株主優待も魅力の一つで、分割後も100株以上の保有で優待が受けられます。優待の内容は、自社オンラインストアで自由に商品が選択できます。100株以上で1000円相当、300株以上で3000円相当の商品がいただけます。また900株以上で6000円相当が、3年以上の保有で7500円相当の優待が年2回いただけます。3000株以上では7500円相当の優待が、保有期間に関係なく年2回いただけます。株主還元に関しては、連結配当成功 40% 程度を目安にしており、配当政策は安定しています。配当利回りは 1.6% 程度と低いものの、配当成功は 37% でまだ余裕があり、増配の可能性もあります。株価はやや高めですが、増収増益で自己資本比率も高く、購入のチャンスを伺っている投資家も多いようです。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、4170円に対して、目標株価は5580円で、33.8% の上昇余地があります。久しぶりにカップ麺が食べたくなってきました。最後は、松木よここから、証券コード3088についてお話しします。松木よここからは、日本の大手ドラッグストアチェーンで、2021年10月に、松本清志ホールディングスと、ここからファインが経営統合して誕生しました。この統合により、ドラッグストア業界で時価総額第1位の企業となり、全国に幅広いネットワークを持つことになりました。松木よここからは昨年10月に1株を3株に分割する株式分割を行いました。株主優待としては、自社ポイントの付与があり、100株以上の保有で2000円相当のポイントが年2回、3月と9月付与されます。500株以上保有で3000円相当、1000株以上で5000円相当のポイントが付与され、
自社グループの店舗および EC サイトで利用可能です。日常生活で必要となる商品に利用できるので非常に魅力的ですね。また松木よここからは連続最高益を更新しており、今後の成長が期待されています。そのため株価も上昇する可能性が高いと見られています。 PR、PBR、配当利回りなど特に割高感はありません。それでは AI による株価の予想です。現在の株価2425円に対して目標株価は3141円で 29.5% の上昇余地があります。今日は小林製薬の影響で少し下げたみたいですね。今回は最近株式分割を行った銘柄を紹介しました。分割すれば一株当たりの価格が下がって個人投資家にも買いやすい株価になりますね。今年は新NISAもあるので個人投資家の買い意欲は旺盛です。売却益も配当金も非課税であるこの新NISA制度をうまく利用して利益を上げていきましょう。権利確定日が過ぎたため優待がいただけるのは来年になりますが、待ってる間もまた楽しみですよね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他ご意見ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。